南国市東地にある小さなガラス工房東地は、地元出身でガラス作家の竹地誠一郎さんが2013年に立ち上げ、吹きガラスの手法でさまざまな作品を制作しています。工房の中、特に焼き場の前は気温計で49度を超えています。立っているだけで顔がほてるような暑さです。竹地さんは熱中症対策として工房に扇風機3台と換気扇を大小11台つけ、風通しを良くしているほか、部分的に冷風が当たるスポットクーラーも使用しています。忙しい時は8時間ぐらいはやったりしますね。なのでちょっと水分をちゃんと取りながらという感じですね。水分取らなかったらすぐ手先とかしびれてくるんで。過酷な暑さの中作っているのがガラスの風鈴です。材料は蛍光灯のリサイクルガラスを使用していて、ガラスに含まれる鉄分の影響でほのかに緑色を帯びるのが特徴です。溶かしたガラスに息を吹き込み、絶えず回転させて成形、再び電気炉で熱を加えて作業を繰り返すこと20分、曲線が美しい風鈴の形になりました。一晩かけて冷やし、紐などをつければ完成です。出来上がった風鈴の音色は、音の響きが結構重層的になるような、あのガラスの厚みとかをこう少し変えたりして作っているので、目で見た感じと音色と両方楽しんでもらえるかなと思っています。暑い夏なので、うちの風鈴をもし飾っていただけたら、少しでもそれで涼しい気持ちになってもらえればなと思います。竹地さんの作る風鈴は四万十町と高知市のカフェで、今週末から開催する風鈴展などで販売されます。工房では吹きガラス体験もできますが、暑さ対策のため夏休みの期間は夕方4時以降に開催することにしています。